アメリカとか身体能力の高い選手には技術の面でしかついていけないかなと思ってたんですけど、そんなにフィジカルとか相手もそんなに強くもなかったし、フィジカルの面でもやれる部分があったんで、だいぶ自信にはなりました。やっぱり試合やって周りの相手のレベルが上がってくると、やっぱりみんなもそれに合わせてテクニックとかもやっぱすごい目立ってくるし、相手のレベルが上がるほどみんなやれるんで、そういうところがやっぱり代表だなと感じました。まあ、もうフィジカルっていう面ではどうしても勝てない面があって、1対1の場面でも体でもう押されてついていけないところがやっぱり日本人の外国人との差だと思います。試合中なのでやっぱりチームをまとめて、チームがもう完全に崩れていかないように盛り上げて、リーダーシップを取るところが誰にも負けないところだと自分で思ってるんで、そういうところでこの代表でもキャプテンやらせてもらって、チームがやっぱり崩れていかないようにしっかり自分が軸になってやっています。もうこれからずっと代表に定着して、もうこのメンバーでずっとやっていけたら一番いいんですけど、やっぱりいろんな人がまだこれからどんどん伸びてくると思うんで、それにも負けないように追い抜かれないようにしっかり定着していきたいです。みんなやっぱり日本代表だけあって、やっぱりフィジカル面も技術面も自分より上手いと思うので、その辺がやっぱりすごいなって思いました。やっぱり自分で通用しないとことかもいっぱい分かったし、それに比べて自分で通用するな、ここ伸ばしていかないといけないなっていうところも分かったんで、結構これで良かったです。日本の方が技術があったり走り入れたり、やっぱりそういう面では勝ったかなと思います。まず自分の所属のチームで精一杯一生懸命練習に取り組んで選んでほしいなと思います。まあ、先制点取れたっていうのがこれ3試合ともなんですけどね、まあいい時間帯に取れてたんで、非常にそれで主導権を握れた試合になったなっていうふうに思います。ただ後半の立ち上がりやっぱり向こうもやっぱり点取るために来たんで、
そこを耐えたのがやっぱり一つ大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。アンダー20も含めて今育成ではずっとやってるところなんですね。それはまあ日本人らしくやっぱり勤勉に守備をしながら、そして多くの人数を試合攻撃にかけて守備でも多くの人数をかけるっていう、これはやっぱり日本がこれから目指すサッカーじゃないかなというふうにですね。まだ全国にいっぱいいい選手はいるし、まあ、その子たちがとやっぱり争っていくわけですからね。一つ一つのそういう基本的なベースを上げていくしかないんで、そういう地味なところをしっかりと大切にしながらやっていこうというところですね、うん、この優勝はチーム全員で取ったものやと思うし、チーム全員で戦って優勝できたことがすごく嬉しいです。やっぱりドリブルとか自分が得意とするプレーはやっぱり世界でも全然通用するし、そこは絶対負けてないし負けたくないです。やっぱり世界でプレーすることやし、世界で頂点に立てるようにやっていきたいです。2011年もありますけど、その前のアンダー17世界選手権も取って2011年も取れるように頑張りたいです。